こんにちは、ゆるふわです。ハッピーフライデーゆるとも一週間本当にお仕事お疲れ様でした。ということで、ゆるふわはですね、まあこれはたまたまなんですけど、父の要望で昨日ブルジュファリファに登ってきました。ビットコイン10万ドル記念みたいなね。まあこれたまたまなんですけど、<laughs> 登ってきました。そしてね、ゆるふわは一つ夢を叶えることができました。 そう。この夢はですね、私、今年の、えっと、2月ぐらいから、あの、決めていた、決めて、決めたというかね、あの、私の中の夢となったんですけど、2月に、私はね、両親をエミレーツのファーストクラスでドバイ旅行をプレゼントしたいなという、一つの夢がありました。この夢をですね、まあ、約、えっと、そうですね、約10ヶ月ぐらいかな。で、実現することができました。 そうこうしてねこう一つ一つずつこう夢を叶えていくというのがねこう私のスタイルであって本当にあのゆるともみんなで夢を一つ一つですね実現していきたいと私は本当に思っていて。 そうなんとね水も最高値、ね、更新中ということで多分ね4.2ドルとか4.3ドルぐらいまで行ってますその理由についてもね今日お伝えしていきたいなと思いますそしてねすいません私ね韓国の美容やってきてここね いろんなシールが貼ってあります。これは、えっと、最新のシミ取りレーザー、リポットレーザーというのを、ね、あの施術してきたんですけど、その様子についても、YouTube のサブちゃんタビちゃんの方でアップさせていただいておりますので、ぜひそちらもお楽しみいただければなと思います。それでは早速なんですけれども、前方長すぎないと、あとね、ちょっと言いたいんですけど、ちょっといい言っても。あの <laughs> ね、両親にあのエミレーツのファーストクラス、ね、プレゼントしたんですけど、 前日にね、父がね、いきなり行かないと、行かないと言い始めたんですよ、<laughs> そんなね、トラブルとかも乗り越えての、そう、やっとなんです、なのでね、なんかすべてがすべて、計画通りに進んでいるわけではなくてね、もうギリギリ時間ぎりぎりですよ、そういったところまでね、もういろんなことがあった、本当にこの濃密な。 週週間ぐらいかな1週間ぐぐららいいかかななを過ごしておりますこれちょっと言いたいみんなにそう全てがねあのスムーズにねそう進んでいるわけではないということをねちょっとみんなにゆるともにもねシェアしたいですもう本当にいろいろ大変なんです、はい、1個前の動画でバイビットで MT5 使えるよとゴールド取引為替の取引もバイビットに USDT があるだけでめちゃくちゃスムーズに使うことができるよというあの 完全ガイド動画もお伝えさせていただきました。そして完全ガイドなんですけど、一部ね、大変申し訳ございません。英語の意味の解説というのを動画内にね、お伝えするのをね、忘れてしまっていました。そこに関しては、えー、とコメント欄の方に、あのー、追記で記載をさせていただいておりますので、ぜひこちらをね、参考に見ていただきたいなと思います。 現在登録をして5,050 50ドル相当のボーナスサプライズボックスゲットということで日本円で約75万円相当のボーナスがいただけたりですとか現在6周年記念ということで私もなんですけどなんかね面白いなんかロボットみたいのになんか毎日なんかミルクミルクのボトルみたいのをねそう あげるとなんかエ1ドルぐらいのエアドルだったかな毎日ぐらいねあのポチポチ押すだけでいただけちゃっていますのでぜひこういったグッドチャンスに今のうちにパ、ね、イビットジョインをしてみてください。はいビットコイン急落一時9万2000ドルにということでねそうビットコインのボラティリティ発揮してきてくれています。 ビットコインは6日7時15分ごろ価格が急落し一時9万2000ドルまで下落したということなんですね。この時にですね、えー、と約 1> 1, 億円規模の強制決済がされたということが推測されていますここにも書かれているんですけれども強制ロックスカットが、えー、と大量発生しているということですでこれはポジティブな意見で捉えている方だともう10万ドルで買えるラストチャンスだよと言っている方結構私の周りめちゃくちゃ多いですなのでまあそういったね意見もあるんだなというのをちょっと参考にしていただきたいなと思いますはいそして推移最高値 更新中なんですけれども、ファントムと提携で水の価格上昇ということで、これが要因となって、えっと水の価格最高値までいっています。あ、あれ4.4ドルだ。最高値4.4ド,ドルまで一時急上昇ということですね。水ホルダーおめでとうございます。でも本当に私えっと水に出会ったの今年の4月なんですけど。 本当にね、あの、7倍とか <laughs>、7倍とかに本気でなってます <laughs>。すごいですよね。恐ろしい。なので、ゆるとももあの、特にね、メンバーシップ、ファンクラブメンバーシップ、ご加入いただいている、もうね、長年ね、ご加入いただいているゆるともね、多分私と同じくらい、多分もしかしたらもっとかな、7倍、8倍とか10倍とか言ってる方もいると思うんですけど、 私は平均してそれぐらい。なでもうファンクラブメンバーシップ4月から聞いている方に関しては、かなりこう、ね、一緒にジョインしている方は利益、ね、取ってい,ていただきたいなと思っていますそうそう。で、ちょっと内容を見ていきましょう。レイヤー1ブロックチェーン水の開発を支援する水財,財団は5日。 マルチチェーンウォレットファントムが仮想通貨、水位を取り扱うようになったことを発表この発表を受けて水位が一時4.4ドルまで上昇。 現在では4.2ドル付近を推移しているということで、スイパワー半端ないイエーイ <laughs> スイのおかげで、私の一つの夢もね、こう実現できたと、しかも10か月ぐらいでね、実現できてしまったと言っても過言ではありません。それぐらいいい嬉しい <laughs> 嬉しいです はい、ということでゆるふはねオーシャンというコミュニティに参加をさせていただいております。YouTube ってこうなんかこう一方的にね話すようなスタイルじゃないですかそうなんですけどコミュニティだとやっぱりこの人と人とのねコミュニケーションというのが取れる場となっています。ぜひね YouTube の概要欄コメント欄の方にリンク添付しておりますのでちょっと覗きに来てみてください。こんな感じでねあのゆるふはの大好物の焼き芋あの、あすごい。 きななつけてて食べてますみたいなねそう本当にあの人と人との、ね、こう関わりが持てるような交流が持てるような,なんかこう別にねクリプトのトークじゃないですよね全然焼き芋トークとかね <laughs> っていうのもすごくあの楽しくみんなで楽しく交流しているコミュニティとなっておりますのでちょっとねちょっとジャンプインしてみてください。 はい、ビットコイン10万ドル記念というね写真も <laughs>、はい、掲載させていただきました。掲載っていうのかな、はい、でこちらなんですけど保有資産いくらからがお金持ちだと思いますかというのを、ね、ゆるともにあの質問をさせていただきましたで大体が、ね、1億円から3億円ぐらいっていう方が結構多数でした。そうゆるとも 一緒にそこを目指していきませんか <laughs> 本当に目指していける範囲だとは思っていて一緒に目指していきみんなね逆にこれでちょっと今この質問初めて知りましたという方もいらっしゃると思うので保有資産いくらぐらいからがねお金持ちもしくはご自身として目指している というところぜひ YouTube のコメント欄の方であのお教えいただきたいなと思います。はいということで9万2000ドルまでねおや,おや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 とどういう状況なのというビットコインの価格一緒に見ていきたいと思います。で今回バイビットで見ていくんですけれども、えっと、市場の心理ね前までと80ちょっと過ぎぐらいまであったんですけど今、えっと、72まで。 来ています。下がってきています。そしてえーとね。こういったところも、あのバイビット無料であのー、こういったね。情報もあのバイビット無料で提供してくださっているので、ぜひこういったところも参考にしていただきたいなと思います。で、ビットコインの現在の価格すごくない。リバーはリバが半端ないですけど、現在98、140ドル付近を。 推移しています。見てください。ここ下髭ビヨーンみたいな。<laughs> こんなことあるっていうぐらい下落をしたビットコインなんですけれども、強い。強すぎる。戻してきています。で、24時間の変動率、マイナス4.29%。24時間の最高値、10万3697ドル。え ?24 時間の最安値が、 最安値ですよ9万,万530ドル、バイビット上ではそうなっています。えと <laughs> いうことは、ですね大体いい9万、えー、そんなところまでいったんだ、すごいですね。 かなりの急落、ここで、えっと、強制ロスカットが、えっと、1500億円相当の、えっと、強制ロスカットが入ったということです。それではなんですけれども、最近ね、イーサ a めっちゃ調子いいです。現在のイーサリアムの価格、3893ドル、えっと、24時間の変動率、まあ、約1%くらいですね、0.84%、24時間の最高値、ね、4000ドル目指してきてます。 ドルそして24時間の最安値がドルとなってていますそして水ースイは半端ないトゥーザムーンです、トゥーザムーン、現在の価格4.43ドル、24時間の変動率プラス16.85%、24時間の最高値4.45ドル。 最安値が3.78ドルとなっています。で あのー、これすごい思うんですけどご自身が保有している資産だったりとか、まあ、その余,剰余剰資金ですよねぜひこれ今一度考えていただきたいんですけどやっぱり持っている資産金額だったりとかあとはその余剰資金の何て言うんだろう余剰資金のボリュームですよねというのでその戦い方というのがすごく変わってくるっていうのを本当に思っていますなのでぜひコミュニティの方でですねなら余剰資金10万円で、まあ、これぐらいの えと,ところまでね夢としてあの資産を増やしたいなという夢を持ってますとならどういう戦い方をしたらいいんだというのをぜひコミュニティの方であのメッセージくださいそうすると、まあ、私だけじゃなくてあのオーシャンコミュニティたくさんメンバーがいるのであこういった方向いいんじゃないですかだったりとか、まあ、私自身もあのコミュニティの方でう私だったらこうするかなみたいなっていうのをあのいろいろと交流させていただきたいなと思いますしまあ なんか位置参考までにね、まあ、みんなこういったなんか意見あるんだなというのも1、あのー、個自分の,その戦略を立てる前に聞ける環境っていうのはめちゃくちゃいいんじゃないかなと私は思っていますで今回も私なら2月になる夢を決めたとなその夢を達成するまでにいくら必要だと、まあ、大体これぐらいかなみたいなのがボヤンボヤンボヤンって思い浮かぶじゃないですかなその金額を達成するまでになクリプトでいくとしたら ビットコインイーサリアムっていうのはなんていうんだろうな、まあ、安定的に、まあ、資産を増やしていける、まあ、2つ2大極頭だと私は思ってるんですけど、まあ、それではら私がね秋頃っていうのは大体決めてたんですよ実行するのねら実行できるなら秋頃っていうところまででビットコインイーサリアムで今の余剰資金を使って今の余剰資金で そこまで私が想像しているようなバリューというのをこう作れるのかって思った時に作れないと私は思ったんですよね。なのでならシフトしてならその私が、ね、思い描いている夢に一番低リスクでそしてかつその夢を実現させてくれるようなトークンってどれなんだろうっていうのをめっちゃ探しました。でその結果推だったんですよね っていうなんかこう人それぞれなんでしょうね。私はこのスタイルがあっていてで、まあ、まあみんなにとってはまた違うスタイルが合っているというのがあります。なので、ご自身の戦略、ご自身のスタイルだから、ご自身自身の何て言うんだろう。何て言うんだろう。 なんていうプログラムていうのかなプログラムっていうのなんかうまく説明できないんですけどなんかそういったのをできればこの12月中にあのできるだけ確立をしておいていただきたいなと思います。なぜかというともう来年に入ってくると仮想通貨は売る年になってくるんですね。で 今年年、年年はは買う年そして来年は売る年になります。なのでこの戦略をうまくこう自分のスタイルに合わせた戦略を立てておいて今実行するそして来年も引き続き実行していくっていうのがあのこれが結構これは私が考える最強なプランだと思っているのでなんかねそう。 なんかぜひ、あのーね、これ戦略考えるのはすごく無料でできることなので今やっとおくべきなんじゃないかなと私は思っています。同時のね犬ちゃん系だったりとかペペのカエルちゃん系とかこれからも、えー、とソラナの下にある、えー、とアルトだったりとか特に水位の下にあるアルトっていうのはめちゃくちゃ伸びてくると思います。うなのでそういったアルトを、えー、と狙っていくというのも大いにありだなと思いますしね。 その予算自身のその余剰資金によってねありだなと思いますしあると狙うんだったら私はえっ、ー、とベクシー。 メクシーがあると最速で上場します。本気で最速で上場します。なのでメクシーに上場した後にこういったまああのバイビットとかビットゲットとかまあそういったところにね上場していくんですけどとそのそういった取引所に上場していくとトークンの価格がどん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 上がっていきやすい傾向にあるんですね。なのでアルトをそのミームだミームとかアルトとかっていうのをメクシーで購入しておくことで先行者利益っていうのを結構獲得しやすい傾向に。 ありますなので今のうちにねあのメクシだったりとか、まあ、バイビットビットゲットだったりとかね私がご紹介させていただいている、えっと、各仮想通貨取引所オープンをしておいてアカウントを作っておいてで自身がおこの,の波乗りたいこの波来てるかもって思った時にすぐにその波に乗っていけるっていう環境作りっていうのを今のうちにあのしておいていただきたいなと思います。 それではなんですけど、ちょっとドル円見ていきます。ドル円どうなってるのっていう。ドル円は今現在どうなっているのでしょうか。為替のチェック。 いきたいと思います。はい、それではね、今、えーと、こちら、バンテージ見ています。バンテージも。あの為替コモディティ。あと,、えー、と、ゴールド、あと、仮想通貨もあったりとかします。ぜひね、皆さん、ご自身が使いやすいプラットフォームね、使っていっていただきたいなと思います。毎、ま、日、あ、一参考までに、一緒に見ていきましょう。はい、それでは、ドル円なんですけれども、現在、百五十円です。ふん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 。まあ、そこまでかな、という感じですね。 であとコインベースめっちゃ上がってきて来てくれてますありがとうはいコインベースでもねマイナスなんだマイナス六点八パーセント現在の価格三百十九ドルとなっていますねもうコインベースについてはもう六十ドルぐらいからずっとあの見ているのでまあまあこれはちょっとした調整かなぐらいでね。 はい、あの安心して見ています。そしてマイクロストラテジーが、おおおおまいがマイナス12%ということで、現在の価格、386ドルとなっています。こういった感じで、えーと、米国株、日本株、忘れてた、メタプラネット来てますね、メタプラネット来てるね、プラス8.19%、現在の価格26、2626円となっています。 日本株、米国株もねここであと取り扱いがあるので是非参考までに見ていただきたいなと思います。 えとファンクラブ、メンバーシップの方、大変申し訳ございません、今日ねあのメンバーシップやりますっていうことを、多分月曜日あたりにお話ししていたかなと思うんですけれども、ちょっとね、今日はね、父の要望で、あの砂漠そう、砂漠に行きたいということでね、あのバギーツアーっていうのに、はい、あの私もね、一緒に付き添いで行ってくることとなりました。なので、これはあのリスケジュールさせていただきます。えー、と来週の金曜日 のえっと、日本時間夜9時半ぐらいかな10時ぐらいかな、えっと、みんなが集まりやすい時間帯にあのメンバーシップの限定の配信をさせていただきたいなと思いますので、まあ、その時に私が韓国に行ってきて実際に感じたそのクリプトの事情だったり状況っていうのもあのリアルにお話をさせていただきたいなと思いますゆるともいつもねごめんなさい本当にあの、ね、なんですけれども、えっと、来週の金曜日楽しみにしていてください。 ということで今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました皆さん素敵な週末をお過ごしくださいバイバーイ